結局ファッションっていうのは単にそのものを売るんじゃなくて、まつわるイメージっていうようなものを形成してそれを提示するっていうようなところに出てきてる。とにかく資本主義的にものを生み出し続けるっていうその考えからまず脱却するっていうか、それが多分やっぱり今の現代社会に来てるみんなのやっぱり問題意識っていうのは、やっぱりそういうのはちゃんとやらないといけないんで、自分の個性は規制するものにもなると思ってて、自分がこうなりたいっていう姿、本来の個性じゃないのかもしれないって思いました。昔から、そのアーティストたちの持ってることっていうのは実はファッションにすごい出てたんだなと。社会の現状を見せたいとかいうので、こういう服を作るとか、なんかそういう考えを伝えるっていうのも全部アートに含まれるのかなと思って、なんか人の考えが入ってるものだったら全部アートって言えるのかなって思いました。